お世話になっております。サイドビーの本田です。買いたいもののイメージは決まっているけど、既製品はどれもちょっと違うなんてことありませんか？このシリーズでは既製の素晴らしいプロダクトに最大の敬意を払いつつ、ちょっと違うっていう部分の要素を追加して自作する様子をお届けします。初心者らしいやらかしもお楽しみください。オマージュ工房、略しておま工、本日の作業スタート。今回の元ネタはこちら、カシス時計ベルトトゥール。2022年買ってよかったものランキング3位に挙げたお気に入りの二重巻きベルト。今年の夏が暑かったこともあってか、汗を吸ってしまったんでしょうかね。何やら発酵が進んでしまっていまして、こんな感じでボロボロになっていました。時計のベルトなので、サイズはそのまま同じものを作ります。革は表裏の合わせもせずに1枚の革でいきたいと思います。床面の粗い感じを見せるようなデザイン、肌に触れる方を銀面にして丈夫さを担保、金具は流用します。革はこれ、前回角煮ホルダーを作ったのと同じ革ですね。表面がフィルム加工されているので、肌に触れていても劣化しにくいのではないかと思います。サイズに合わせてカット。パーツは3つ、12字側、6字側、ループ。ループは固定のもの1つだけにします。折り返し部分が分厚くなりすぎないように端をすいていきます。金具を移設して折り返し部分はボンドで留めます。元ネタを型紙代わりにベルト穴の位置を決めて、ハンドプレス機で穴を開けていきます。折り返し部分は手縫いで補強、それぞれ小刃処理。これで完成。時計本体に取り付けて腕に巻くとこんな感じ。床側が革ブレスレットっぽくていいんじゃないでしょうか。意外と時間がかかってしまった。